ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。7周年を迎えてから半年が経ちましたね。7周年後半おめでとうございます。なんなら8周年が近いけどね。推しスカウトは日和さんだけが前半だったので、後半に偏ってラッキーとか調子に乗っていたのですが、全員が別のグループとかいうサプライズをくらい大泣きしました。逆にすごい。てかコインの裏表サプライズびっくりしましたね。この二人で裏表は泣いた。そしてこのペア好き。ここはマークもお揃いで可愛いし。これは見たかったやつありがとうございます。ありがとうございます。最近緑くん可愛くて最高。いやずっと可愛いんですけどね。さて今回の動画なんですけど、ついに来ましたこの時が。待った、本当に待った。けどルックバック発表されてからは1日しか待ってないんですねこれが。7年待ったけど1日しか待ってないということになりますね。さすがテーマがサプライズな年だな。スト怖すぎて引けるまで読むのやめようかなとか思ってたんですが、15時5分に読みましたね。5分しか耐えられてない。そしたら前半後半パターンでさらなるダメージを負いました。もてあそばれています。お知らせを読めよ。かわいい。今回は星4がセナくんと嵐ちゃん、星3がクヌギ先生です。最高。でも過去最高にダイヤの余裕もないんですねこれが。7周年の傷深すぎた。残りのダイヤ的に20連で出せないと困ります。わあ、ちょっとこれいきなり引けちゃうんじゃないの。お願いします。事務所はリグリン。誰が来てくれるんだ。皆さんの笑顔のために僕はアイドルとして成長していきたいです。シノノン、お菓子の家シノノン。懐かしい。お花浮いてるのかわいい。懐かしいと言いつつベーシックでは弾けてませんでした。2になってからの初めての推しイベ特攻で苦労した記憶があります。コンクエイベ後半くらいで貫突に必要なポイント知って焦ったのもいい思い出です。なんでいつもそんなグダグダなの。ようやくのお迎え嬉しいよ。ありがとうシノノン。琥珀くんだ。見せてあげよ。これが僕の芸術に触れるということなのだよ。嘘でしょ。どうした。推しは出ないけどそれ以外の運がやたらいいパターンのやつか。初代天井は嫌だシリーズはそのパターンでしたよね。初代って。フィーチャースカウト周さんですね。開花後に着る衣装が開花前にも映ってるこの感じなんかめっちゃ好き。語彙はともかくなんとなくわかる。まさか10連目でこんないい引きが。うわぁ来たよ来ました。セナくん幼少期かわいすぎない。 SS の努力ストで話してた過去に思いを馳せ続けていましたが、ここまでかわいいとは。アニメで幼少期が出てる子も何人かいましたが、セナくんは完全に初ですね。ストに関してもいろいろ話したいけど一旦次に行こう。ミカちゃんからのヒーローくんからのセナくん、さっきのセナくん早速マイルームに来てもらおう。なぎささんからのイバラくん。エデンのルックバック想像するだけでお腹痛くなるよね。そしてフィーチャー通りくん、これ開花後も好き。窓にハート書いてるの可愛いよね。あーアニメ幼少期の通りくん、ゆずるくん、ひよりさんで大混乱したの思い出した。さて10連目からヤバ引きをしましたね。それはそれとして次ゆうくんを引かないとダイヤが足りなくなります。もうそれは諦めた方がいい。20連目、今の私ならいける気がする。いつもそんな気で弾いてるだろお前。はい。ここで弾ければミュージックは重ねるのも目指すとかで。はい、すみません。おーおーい、びっくりした。待って、どうした。すごいぞすごいぞ。今度は事務所なし。さあどうなる。あ、最後か。カオルくんって思い出した。この間超疲れてる時にカオルくんから電話来てさ、その時の自分の状況と電話の内容が一致してて嬉しさがすごかった。あ、ソラくんからの電話も良かったな。星さん、ソラくんからの星5。ソラくん盗賊王だ。ミュージックではお世話になってるけどベーシックでは弾けてなかった。嬉しい。てか最後じゃなかったな星5。あ、確かに。のんきに電話の話してたよ。 B と M 同じ子から同じ日に電話結構来るからびっくりする。ソラくんありがとうからの司くん。スバルくん、お菓子の家だ。そしてともやくん、シャッフル楽しみだね。最後はセナくんまた来てくれた。何度見ても可愛い。セナくんは昔から超セナくんだったね。嵐ちゃんもゆうくんも本当に可愛かった。早くこの画面で見たいよ。ダイヤがないよ。もっと用意しとけ。今日の私は来ているので30連目も虹のはず。お願いしますマジで。お願いします。ゆうくんはもちろんだけど嵐ちゃんとクヌギ先生を一旦引いて安心したい。そうか、クヌギ先生もまだ引けてないのか。全員引くぜ。あ、ルックバックさ、この時期がこれならその1年後はとかも考えてしまうよね。あ、クヌギ先生まさかカードで来るとはね。過去クヌギ先生、エイプリルフールで見た時から好きだったので嬉しかった。クヌギ先生が来たということは人先生も来るかなこれ。今回は順調に大将が来てくれてる。あとは嵐ちゃんとゆうくん、日和さんだ。やばい、今誰来てくれても幼少期可愛いだろうなの感想になる。ホットリミットのニキくん可愛かったよね。もっと遡ったらどうなってしまうんだ。うわーい、嵐ちゃん来た。これ、これしんどい。可愛いがすぎる。スト読んだらこの嵐ちゃんさらに好きになってしまった。
さっき1年後とか気になるみたいな話したけど、嵐ちゃんが一番気になるよ。あとはゆうくんだけだ。星4が2種類あることで地味に重ねるのが大変な嵐ちゃんとセナくん。ダイヤがなくなる前に来てくれないとダイヤがなくなる。そりゃそう。7周年スカウト本当に大変だったんだよ。衣装目当てで3枚引いたら監督いける気しちゃうじゃん。それ運じゃなくて自分のせいじゃねえか。推しバラバラにしちゃってごめんねってことで今回は優しいはず。ライト青いなー。まあいろいろお話ができて嬉しいということにしよう。強引。カオルくんからのしのぶくん。からのリンネくん。ねえこれ本当に幼少期の話を全員したくなる。でもアンスタ過去しんどい子多いから軽率にも言えない。いやめちゃくちゃ言ってない。ゆうくんもしんどさわかってたけど知りたい気持ちが勝ってた。あ、みどりくん。は純粋に幼少期見たいって言える唯一の推しです。みどりくんのいい意味で普通な家庭環境好きすぎる。シティライダーの実家良すぎた。千秋先輩だ。フィーチャーのですね。フィーチャー海背景いいよねっていつも言ってる気がする。あれ私何のスカウト回した？くぬぎ先生すらも来てくれない。私にはあと30連分あるからまあ、大丈夫。序盤すごかったししょうがない。いやここで虹を出し勢いを取り戻す。青じゃなくてよかった。普通に重ねたいんですよセナくんと嵐ちゃんを。琥珀くん、さっきもみのりからだったよね。ああよし来た嵐ちゃん。何度見ても可愛いな。前から薄々感じてたけどアンスタ幼少期大得意だよね。マジでありがたい。うわぁ、ゆうくん。早くゆうくんを迎えしてゆうくんの話したい。と思ってたけどもう星さんでし始めていいかな。やったセナくん、ありがたい、ありがとう。マイルームに置いたら可愛すぎた。ボイスは現状ないけど時間にも対応してくれる。特殊メイクの話をしていて努力のやつだ、になった。夏目くんからの週3、って思い出しちゃった。強く余って今強くアニメの存在思い出して動揺してるから待って嵐ちゃん。ゆうくんじゃん待って。え待ってゆうくんも待ってのポーズしてる可愛い。待って待ってうるさい。そしてニキくんだ。星4が4枚でゆうくん2枚はもう勝ちなんだよ。恒例謎の戦い。うわぁやばいあと20連分しかないやばい。まだ60連、もう60連。よくわからなくなってきたな。頼む。はい。はい。まあまだくぬぎ先生も監督してないしいいか。よくないが、スバルくん、シャッフル楽しみすぎる。つかさくん、はシャッフル終わりましたね。雰囲気素敵な MV だった。そしてくぬぎ先生来てくれた。まだ3回目。嘘。マオくんからの嵐ちゃん。嵐ちゃん最後の確定枠で来てくれるかな？ともやくんからのスバルくん。え、私にシャッフル楽しみって言わせようとしてる？ゆうぐん。セナぐん。え、好き。推しに連続で来るとテンション上がってしまう。へっへっへ。な、なに？人狼ひよりさん。まさかの推しさん連続。ひよりさんの瞳キラキラシリーズ星5でもぜひ欲しい。いやーめちゃくちゃいい引きをした。気がするだけで最低保証だな普通に。ラスト10連になってしまった。70連か。あとコインで単発で出そうとちょっとあがいたのがバレてる。今度こそ、ゆうくんの開花前とんでもなかったので早くここで見たい。いける。てかダイヤ的にここで出ないと困るんだ。困る。これはダイヤ購入ですね。いやまだいける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 いけませんでした。でも嵐ちゃんが重なってくぬぎ先生は貫突。いい引きです。ねえ本当にやばいこれ100連は超えたくない。なんで余裕ない時に限ってこれ引かなきゃ何引くんだみたいなスカウト来るの。そもそも余裕ある時があんまりない。それはそう。推し連続で来る流れがある程度できてしまった。ここでこの子来るみたいな時も結構あるけどな。自分の予想ことごとく外れるけど推しが誰か来そうみたいな予感はなんとなくする。ねえ青なんだけど嵐ちゃん貫突しそうだしセナくんも来てほしいしまあいいか。なぜだこれ、これ大丈夫？まあまだあと30連分あるし大丈夫か。なんで30連で強気になれるんだよ。ここで出せれば100連以内で終われる。けどセナくんもっと重ねたいから結局30連は引いてしまいそう。もう10連分ずつダイヤ増やした方がいいんじゃない？絶対にその方が我慢はできるよね。青だね。最初のほんと何だったんだ。私の運あれで終わった？ニキくん。今回のユウくんとチェック似てるね。なぎささん。最近ミツルくんと接点多いよね。夏目くん、スプリングベッド好き。しのぶくん可愛いよ。からのみつるくん、同室ボイス良かった。くぬぎ先生、貫突はしたけども。ケイト塾のケイトさん、さっきも重なって嬉しかったありがとう。茨くんのイベに怯えているよ私は。あ、この H 先輩工場入りしたんだやったね。からのりつくん、あれこのりつくんさっき来てくれてなかった？どんな確率？めちゃくちゃさっき見た光景なんだけど。まあ H 先輩分増えたからよくはなってるってことで、100連いったな。やめてよ現実言うの。せめてもうちょっと星4が来てほしい。これ二人ともゆうくん出るまでに貫突するかな？しなそう。ゆうくん、私は本気で20連で出せると思ってたのに。いい結果の記憶しか残ってないの？渡るさん、渡るさんの幼少期想像できない。
アドニスくん、オアースキップしてしまった。またこのケイトさん来てくれた、急に貫突しちゃったよ。てかユウくんのボイススキップ事件思い出したわ。あれタイミング悪すぎて面白かったな。いや初見だったから絶望だったよ。てか初見じゃなくてもセリフはちゃんと見たい聞きたい。ユウくん早く声聞かせてください。先生、ストーリークヌギ先生大活躍だったね本当に。そしてキリュウ先輩、シャックルかっこよかった。星5回か5強すぎた。さてさっき若干良くなってるとか言ってたら戻りました。ケイトさんが1枚です。そんなダイヤまたなくなっちゃうじゃん。ラスト10連できてくれたら本当に助かるんだけどな。それにしてもこのユウくんかわいい。ユウくんの星5好きなの多すぎてね。よしちょっと青が続いちゃってるからここで最後にバシッと決めます。やばい、さっきからリツくんとケイト塾のケイトさんめっちゃ来てくれてる。ピックアップ、青ライトから脱出したい。でもこれであと40連になったから安心だね。もしかしてめちゃくちゃアホなのでは。こんなはずじゃなかった。120連目、久々にセナくん嵐ちゃんも見たい。お願いします。よしよしよし、来た来た来た。ああよかった、前半良すぎてもう終わったかと思った。事務所なしか、誰かな。僕も前に進むよ。誇れる自分になってみせる。だってアイドルになったんだから。うわあ、やった、かわいすぎない。公開と同時に見まくってたけど改めて可愛すぎる。薄暗さは長年に追わされ続けてたから覚悟はしてたんです。ハイライトなかったらどうしようとか。でも実際実装されて 2D を見た時に常に困り眉だったのと、あと喋り方見てなるほどと思いました。とにかく来てくれたことが嬉しい。よかったほんと。これで幼少期のおしまいルームに並べられるし、モーションも見れるし最高。とにかくありがとう。でもストの話はちょっと続けさせてください。今更だけどこれから読む予定の方は飛ばしてもらった方がいいかも。あ、そうだね。モデル時代のユウくんが気になってたのもそうなんだけど、ユウくんの家族構成、お父さんがいなかったこともずっと気になっていたので、そこにも一緒に触れてもらえたことが嬉しい。いや、内容は嬉しいと言っていいかわからないんだけど、描写があったこと自体が嬉しかったです。しばらく来てなかったのにここで来てくれるセナくん最高。セナくんの両親のことももちろん気になりすぎてた。正直スターマインの時点では家族仲いいのかななんて思ってたんですが、家族関連で引っかかるセリフがセナくんにもあったので、そこも納得できました。いやー満足。100連超えたからセナくんも貫突できるしよかった。この後すぐに交換したのですが、後日優勝単発でセナくんが引けて嵐ちゃんと交換すべきだったなになります。地味なオチ。やるぞミュージック。ダイヤは1000個です。だからもっと用意してこい。上にある7周年グループ E のせいです。無償ダイヤ17です。限界です。助けてユウくん。セナくん、嵐ちゃん、クヌギ先生も欲しいし、とにかくピックアップ仕事してくれれば、ここ大事。10連目。てぇ、なんか虹来る気がするんだよねぇ。ねぇ、このチャンネルの気がするほど当てにならないものないよ。そんなに？でも10連目の金は普通にいい。嬉しい。ほらいきなりクヌギ先生来てくれたし、クヌギ先生の星5もいつか実装される日が来るんだろうか。人先生はあるし、ありえなくはないかも。でも今回のストクヌギ先生星5でもわかる内容だった。嵐ちゃん来てくれた、一順調すぎる。やっぱりとんでもなく可愛い。嵐ちゃんの家庭環境もしんどかった。みんな違ってみんなしんどい。最初は全然違うと思っちゃうけど、嵐ちゃんのたまに見せる一面に対しての説得力もあったというか、まあ嵐ちゃんは可愛くてかっこいいってことです。あとはセナくん、ユウくんだ。通りくん、ハロウィンよかった。通りくんの表情めちゃ好きなところがあったのに SPP かぶってて泣いた。相馬くんからのケイト先輩、次はキリュウ先輩って言おうと思ったらセナくん。え、順調すぎない？嬉しい、可愛い、本当に可愛い。この頃から青好きだったんだろうか。服が青い。そこ？好きな色？青だけど。が好きすぎる。もうあとユウくんだけになっちゃったよ。10連目にして。セナくんありがとう。すぐにユウくんも引いてみせる。マダラさん、さっきも言ったけどシャッフル強すぎていっぱい回しちゃった。スカウト。トモヤくん、からのトモヤくん。次ラストだよね。満足感ある10連だった。おお、嵐ちゃんまた来てくれた。ピックアップになってる。10連目にしてここまで大賞来てくれたのは大きい。セナくん引けてないのにユウくん出たりしたらどうしようと思ってたから。キリュウすぎる。嵐ちゃんありがとう。さてダイヤ的に次引かなきゃいけないですね。2個ぐらい回収してこい。引くぞ。残り348になっちゃう。2個ぐらい回収してきたらよかったなはマジで今思ってる。ぴったりにして引くやつできたのに。おわぁ、そうここで引くから問題ないって分かってたんですね。はっはっは、驚いてたじゃん。スタプロ。願いを叶えてみせよ。僕たちの望む夢の先へ。事務所一致パターンだー。H先輩、貫突してる。いいねの黄色ほんと強化されてる。ユウくん関連で言えばゆずるくんの桃源郷もあるし、
てかコインもらえるの普通に嬉しい、ありがとうございます。何と交換するか悩みすぎてたまる。さて私はまだ腰を来る可能性を諦めてないよ。ともやくんからの相馬くん、からのしのぶくん、やばい来てくれた。この幼少期を想像してしまうモードにまた入ってしまった。2回目のくぬぎ先生、そしてりつくん、相馬くんまた来てくれた。このタピルの相馬くん、アンダードクトアの開花前思い出しちゃう。北斗くんからの気流先輩、噂をすれば、そして夏目くんラストかな。ルックバック来てもおかしくないよね夏目くん。終わってしまったんでダイヤ追加してきます。2個？はい。増やしました。余裕ないんだよね。はい。40連ずつ引くのもまあまあ心がしんどいので、心にだけは余裕を作ろうと思いまして。あ、ダメだ。心に余裕あるようにも見えない。てかミュージックはイベにダイヤ使うからその分も残したいんだって。お願い昇格して。早速くぬぎ先生。くぬぎ先生見るたびにインタビュー思い出すしんどい。あんなドキドキしながらスト読み返したことなかったよ。あ、このレイさんかっこいい。いやレイさんはいつもかっこいいです。キリュウ先輩、卒業生が続くね。からのくぬぎ先生、いいね今回すぐ貫突しそう。ニコニコのわたるさんとひよりさん。てか私地味に気になってたのがじゅんくんマジで来ないなって言われ。迷いさんだ。いいチャーノだね。こんなに困ってるのに顔が良くてびっくりする。あれ30連目終わり？終わりだ。いやここで不安にならないために用意してきたんですよダイヤを。30連目とは思えないくらい不安そうだけど。ベーシックがまあまあ効いてます。お願いします本当に。ゆうくん、虹だ、虹だよ、虹だあああ、いいよいいよ、来てるよこれ。今回は事務所どうだ？ないタイプのやつ、どうかな？僕も前に進むよ。誇れる自分になってみせる。だって、アイドルになったんだから。やった、やった。いや何度見ても可愛すぎる、どうしよう。今40連で来てくれるのは本当に助かる、ありがとうございます。早く貫突もしたいよ。3ヶ月後コインで交換しようかなになってます。この後私が我慢できれば。余談ですがこの後我慢できなかったし引けませんでした。え？開花前に目が行きがちだけど開花後ももちろん好きで。これは私がランウェイに囚われているからかもしれないんだけど。モデル組の掘り下げが来たらその時はメガネなしかなって思ってたので。いつもと違うメガネとはいえなんだかゆうくんの意思を感じて嬉しかった。まあ私はゆうくんの顔大好きなのでないのも大歓迎ですけどね。永遠ありがとうゆうくん。てかこれ3ヶ月後急にすり抜けてくる可能性あると思うと怖すぎるな。あとさっき言いそびれたんだけど、2D 結構困り眉なのに開花前なってないのプロすぎて辛くなった。そもそもあの年齢でずっと不安そうな顔してるのが、ベーシックのモーションとか悲しそうでびっくりしたわ。でも開花後のモーションは天才だった、満足。天才来た。フィーチャーのレオくん、動画で弾いたの懐かしいよね。レオくんとユウくんも何かしら来そうでそれは普通に怯えてます。メインストで意味深なこと言われてたし。いやほんとゆうくん弾けてよかった。さてせっかくなのでマイルームに移動します。え？見て、かわいい。何この時間。さっき喜びすぎてすぐ画面を閉じてしまったので喋る時間がなくなりました。いや本当にこんなスカウトをもらえるとは。あ、私セナくんに謝らないといけないことがあって。急に何？昔はこう言ってくれたってセナくんの話。今回の見るまで疑ってました本当にごめんなさい。なんか謝罪始まった。いや支え合って来てたことは疑ってなかったけど。ゆうくんがそのまま言うから本当にごめんと思った。モデル時代のことも全てが語られたわけではなく、ここは分かったけどじゃあこっちはみたいな新たな謎も出てきたので、そこは想像しつつもいつか分かればいいなぁと気長に待ちます。セリフの種類が思ったよりあって嬉しい。さてここまで見てくださって本当にありがとうございます。相変わらず投稿遅すぎてすみません。危うく工場入りするところでした。再生やコメント本当に嬉しく思ってます。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。